毎度清水森保です。たびたびすいません、大場です。さあ、はい、やっと来ました。今年入っての清水店指導者動画ですね。明けましておめでとうございます。おめでとうございます。皆さんいかがお過ごしでしょうか。今年もよろしくお願いします。なんか変わったことありました？まあ、そうですね、大場の変化といたしましては、ちょっと前に髪を切ったことですね。おお、前髪、前髪と後ろと中身は変わってないです。ということで、はい、いよいよ来ました、はい、新型プリウスですね、清水さんやっと届いてくれましたんで、はい、もう早速見ていきたいと思います。はい、皆さん今日もお付き合いのほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。では、うん、毎度おなじみの清水店、はい、納車コーナーに移動してきました、はい、ベルサイユ宮殿と同じ鏡をというところですよね。宣伝ポイントなんですけど、そうですね、無料で行きます。ベルサイユ宮殿では、まあ、早速外観を見ていただきましょう、はい、今回もフルモデルチェンジなのでもうガラッと変わっておりますが、はい、どうですか印象は。いや全然違いますね、旧型と。もうプリウスじゃないみたい。そうですね、どっちかというとこうちょっと丸っぽくなっていますので、うんうん、まあ、かなり今までとはだいぶ違うかなっていう印象はありますね。スポーティーな、はい、プリウスじゃないみたいですけど、プリウスなんですよね、はい、っていうところです。まず僕ちょっと注目したところが、はい、ここヘッドライトですね、はい、見てもらって、普通通常でこう、まあ、縦型というか、うんうんうん、綺麗にも一面のヘッドライトなんですけど、ここはあのちょっと被ってるというか、あ、お、確かに、はい、上から見た時のラインとか、うん、極力このヘッドライト線を細くしてるんですよね、うんうんうん、今までにない斬新な。最近のトヨタ車多いですね。多いですね、こういうヘッドライト、はい、結構、まあ、ここら辺もデザイナーのこだわりです。おばさんここ見てください、はい、エンブレムマーク、はい、気づきませんか。あのハイブリッド車ならではの青色のマークない。おー、そうですね、はい、あのトヨタのハイブリッド車の象徴であるシナジブルーというエンブレムマークがあって、これあの先代のプリウスから始まったんですけど、はい、今回なくなります、はい、なぜか。何ですか。ハイブリッドはもう当たり前なんです、ということです。時代ですね。そうです、時代、ね、あのプリウスの意味知ってます？もともと。いや、ありません。何々に先駆けてっていう意味、ラテン語で。そうなんですか。もうハイブリッドしても、まあ、パイオニアというか。何に先駆けて、いろんなものです。そういうことですね。あ、そういうことですね。他の車よりも先駆けてハイブリッドっていう。なるほどですね。そうですね。OK ですね。わかりました。はい、では続きまして、今からタイヤのところにご説明させていただきたいと思います。でいつも私はサービスごとがあると桑原さんにお願いしてるんですけども、そんな桑原さんに来ていただきました。よろしくお願いします。こんにちは。サービススタッフの桑原です。私の、おすすめポイントを紹介しております。なんといってもこのホイールですね。従来と違ってサイズがだいぶ大きくなった19インチのホイールにナットもちょっと色がついてるような形で、すごいもう見た目もかっこよく、スタイリッシュにですね、なってるところが私のポイントではございます。ではリアですね、見ていただきます。まあまあここ見ていただきましたら分かるように、まあ、今までの最近のトヨタに多い一文字のライト LED ですね、ここプリウスについてます。でこちらにもプリウスの社名がかっこよく入ってます。今回ここは結構話題になっているのがここら辺、この後ろの曲線輪って言いますか、結構こういう車体であの曲線を出すのは難しいんですよ。どうしても走って曲がる、カーブ曲がるときとか車体が歪んでしまうので、うんうん、そこら辺耐えれる車体を作らない、車体を耐えつつ綺麗な曲線っていうのは難しいんですけど、ここまで今回デザインされてるんです。デザイナーのこだわりですね。おばさん、はい、どうですか後ろ見た感じ。そうですね、やっぱりこうクラウンに似てますね。お、確かに ちょっと後ろ姿ありますね、はい、高級車に近い感じありますよね、はい、乗ってても優越感も出るんじゃないかなと思います。では今回、新型プリウスに新しく装備された、見どころおすすめポイント一つご紹介します。でここでまたちょっとスペシャルゲストお呼びします。いつも一緒に頑張ってくれてる K-POP 大好きな浜田さんです。どうぞ。
ちは。では、バーバックドアですね。ちょっと開けてみてください。はい。こちら、今まで手動だったんですよね。手動でした。ですね。今回から電動になったので、結構、ね、こう、対向幅が広いというか、高いので、まあ、お荷物乗せるときはかなり楽だと思うんですけど、ただこう、小柄な浜田さんぐらいの身長の女性の方とかだったら、どうって言ってきます？そうですね。ちょっと正直、こう。背伸びするぐらい、ちょっと頑張るような感じですよね。ですけど、今回のポイントが一つありますよね。あります。実は、ボタンで。こんな風に。途中でも止めれますので、もちろん開けてる時にも途中で止められますので、お好きの高さで調整ができますので、自分でも開け閉めが楽にできます。そのまあお使い、まあ、ユーザーの方の身長とか、あとご自宅の車庫のラゲージの高さとかにも合わせて設定がもう自由自在でできます。もちろんここの、ね、ボタンでもできますし、スマートキーにもボタンがついてくるので、使い方かなり良くなると思います。浜田さんだったら何出ます？はい。お荷物。お荷物ですか？はい、私テニスバッグを入れてるので常に結構幅は取るんですけど、まあ、これがあれば十分です。テニスです。結構いいところまで行ったんですよね、学生の時ね。そうです。市大会2位まで行かせていただいております。まあ機会があればブログでまた紹介。わかりました。ぜひお願いします。楽しみに。ありがとうございます。ここおすすめポイント、浜田さんのおすすめポイントです。ありがとうございます。ではディアドアなんですけど、今回またね新しく採用されている箇所があります。はい。こちら見てください。通常のドアノブと形が違いますね。はい。こちらがドアオープンスイッチというものになります。おばさんちょっと開けてみてください。はい。そうですね。はい。開けやすいですね。開けやすい。開けやすいですね。以前CHR もこういう形であったんですけど、そうですね、だいぶちょっと改良されてスイッチ式になってるので、開けやすくなってると思います。うんうん、まあ、ここに持ってきたことで、ここら辺がスタイリッシュに、ね、なってますので、ですよね。そうですね。納車の時ちゃんと説明しないと、お客さんどこにドアがあるのみたいな。そうですよ。それもちょっと一つお客様驚きポイント。驚きポイントですね。楽しみポイントかな。楽しみポイント、驚きポイント。ちゃんとご説明をお願いします。はい、わかりました。ちゃんとさせていただきます。ということで、ここもう簡単に開け閉めできますね。うん、はい。ちょっとおばさん気づかなかったと思うんですけど、はい、僕ちょっと指痛めてるんです。え、そうなんですか。でも簡単に開けます。私も言ってなかったんですけど、指握力3なんですよ。え、そんな方でも開けれますね。あ、ちょっと待って。アクリクさん、どなたでも簡単に開けれますね。お子様でもね。お子様でも開けれます。はい。ここおすすめポイント。はい。なっております。追加でお願いします。はい。続いて内装のご説明をさせていただきます、はい。お願いします。はい。まずですね、どうですか。今回プリウスとは思えない内装。違いますね。全然違いますよね。全然違いますね。結構高級感はあるんじゃないかなと思います。うん、やっぱり。メーターとか、そうですよね、2画面ありますので、かなり今時というか、今時デザイン、近未来的な、しかし現代なんですね。来ちゃいました、この時期が、この時代がこの時代が来ちゃいました、来ちゃいました、はい、一応ですね、今回まず一番にご紹介したいのはこちら、はい、ワイヤレス充電器、まあ、置くだけ充電みたいな形は以前からあったと思うんですけど、前回は横に置くタイプだったんですけど、今回縦型に置くようになりますので、もうほんと入れるだけで充電ができるようになりますので、かなり便利です ね、場所も取らない。そうです。ただこれジェットグレードに標準ということになりますので、はい、という形になっております。置くだけ充電になりますのでお願いいたします。でシートヒーターですね。シートヒーターも今回今のこの寒い季節ですね、つけてみていただいたらこのように3段階調整ができるので、まあ、季節に応じて暑さが調整できたりするので、かなりいいんじゃないかなと思う。結構大事ですもんね。かなり大事ですね。もうつけるオンかオフかの車種もありますね。ありますね。やっぱ暑かったりもするというお声もあるので、3段階はいいですね。いいと思います。こっちもありますね。
こっちもあります。ベンチレーション。ベンチレーション。涼しくなる。いいですね。夏も冬も乗りたくなりますね。もう用がなくても乗りたくなる。用がな。これだけしに。これだけしに。これだけしに乗りたくなります、ね。涼みたくなりますね。こちらのライトは何ですか。おここ。はい。気づきました。いや多いですよね。多いですね。なんかただのインテリアイルミネーションではないんですね。違うんですか。はい。例えば信号待ちしてる時に前の車がいたって気づかない時とかあるじゃないですか。ありますね。後ろからブブブってなる。そうですね、そうですね。それに対して先行車行きましたよっていう合図してくれる車種は今まであったんですよ。はいはい。ただそれにプラスしてその合図と一緒にここがその時ピカピカっと光るんですか。教えてくれます。へえ。音と、まあそれ以外にも。思わずぶつかりそうになったりとか、うん、緊急地震って言って、うんうんうん、危ない時にここでまた光って、うん、ドライバーに促してくれるって役割をしてくれます。すごいですね。すごい。それはすごい。今までこういうメーターとかには映ってましたけど、ね、そうですね。ここでも教えてくれるんですか。そうですそうです。耳とあと視覚的にも教えてくれる。なるほど。ただ光ってるだけじゃないんですね。違います。おしゃれなだけじゃないんですね。かっこつけてるだけじゃないんです。デザイナーのこだわりです。素晴らしい、はい、ありがとうございます。イルミネーションさん、ありがとうございます。ありがとうございます。お世話になります。そうですね、よろしくお願い申し上げます。ちなみに、はい、内装が2色選べますので、はいはいはい、ワンポイントでレッドが入った内装になるとここが赤になります。なるほどなるほど。オプションでつけれるってことですね。あ、そうです。内装のオプションで赤か、まあ、標準だったら青か、青色ってことですね。はい。どっちが好きですか。青です。青です。青です。どっちが好き。私、どちらか赤が好き。おお、情熱的な。情熱的な。常に熱くいきたいなと思います。おばさんです。